はい、どうもこんにちは、こんばんは、ねんです。今回はですね、環境機体である暁に乗ってきました。で、前半の2試合がシャッフルの動画で、後半の2試合が固定の動画となってます。で、やっぱりこの機体もそうなんですが、シャッフルと固定だとね、やはり動き方がちょっと変わると思いますので、まあ、そこら辺もね、注目して見ていただけたらなと思います。で、この画面にですね、今丸くて青いのが出てますが、こちらはアイトラッカーと言いまして、今プレイヤーがですね、どこを見てるかを可視化してくれてる、そんなアイテムとなってます。なので、まあプレイヤーがね、こういう場面でレーダー見るんだとかね、そういうのも多分動画見てる方からしたら分かりやすいと思うので、まあそこら辺を勉強というかね、何かのヒントになればいいなと思ってます。じゃあね、ちょっと機体の評価について、触れていきましょう。個人的には最強機体かなと思ってます。低コスト、まあね、最近だとジャスティス、フェネックス、そしてですねマーク2とか結構強いキャラは出てきてはいるんですが、まあ個人的にはその中でも、まあ一番強いんじゃないかなと、この機体が思ってます。で、まあその理由はというと、やはりこの機体常に共有度で、しかも何か当たるとダウンまで持っていけるような武装を常に巻いてるんですよ。で、ドラグーンバリアも相方にも貼れるし、自分にも貼れる。だから自衛力も相当高くなるし、やれることが多いんですね。唯一の弱点としては先落ちが弱い。でもこれは他の低コストもそうなんですよ。ジャスティスとかも先に落ちたら別に強くないんで、はいって感じですね。だからその先落ちが弱くて、まあ先落ちなんで弱いかというと、火力がないからですね。火力出すためには格闘当てるしかないんだけど、まあ格闘がそんなに強くないので、まあせめて前特者からこうつなぐぐらいなんで、まあね、そんなに触れる格闘とか荒らせる格闘が持ってないので、まあ先落ちが弱いっていう評価なんですけど、まあね、他の機体も先落ちはまあさすがに弱いので、はい、マックスぐらいですかね、先落ちしてもまあやれるのは、はいって感じですね。なので、まあ個人的評価は一番強いんじゃないかなと、低コストでって感じです。自分もね、トレモで1000円ぐらいは使いましたかね。まあ操作の練習だけで、はい、で、まあね、なんとか形になったので、まあ今回このように動画にしたんですが、まあ結構ね、この機体やってて飽きないですね。なんか最初は絶対つまんねえだろうなと思ってたんですけど、思ったより飽きないです。っていうのも常にボタンを押してるんで、何かしらのボタンは。だから暇な時間があんまなくて、まあ飽きが来ないなっていう感じで、まあ今後もね、使っていこうかなと思ってます。ね、と話してたら、じゃあ1試合目終わってしまったので、次の試合から実況していきましょう。はい、それではじゃあ2試合目見ていきましょう。で、シャッフルの話なんですけど、覚醒がね、めちゃくちゃ悩んでるんですよね。まあ3000と組んだ時は全然 C 選ぶんですけど、このように2000とかね、25と組んだ際、いやー M にしようか F にしようかすげー悩んでて、未だにちょっと答えが出てなくて、でまあ今回ね F でちょっとやってみたんですが、この機体ね、やはりね、火力がないっていうさっき話したんですけど、その3000以外と組んだ時、だから2000とか25と組んだ時は火力を求められる試合がすごい多くて、ってなった時に M だとちょっと火力足んねえんじゃねえかっていうことで、まあ今回 F ちょっとチャレンジしてみたんですが、やっぱね、負けゲーの時に一気にひっくり返ったりもやっぱしますね、 F だと。だから現状は、まあ、しばらくは F でやってみようかなって感じですね。ただ2000とか25相方の機体が格闘機だった場合は C にしようかなって感じです、現状は。はい、そんな感じですね。じゃあちょっとね、試合の方を見ていきましょう。相方が117で覚醒入ってくれて、これね、この展開全然後落ちっていうかゼロ落ちでいいレベルですね。やっぱシャゲって結構前に行かないとダメージも入んないし、ロック浴びるんですよ絶対シャゲって。どっちかっつったら暁の弾よりシャゲの薙刀の方が絶対怖いので、相手からしたら。なのでこの展開も今相方が117で覚醒入った段階で、自分はもう後落ちっていうかゼロ落ちを選択してますね。はい、でこれ一応前に行ってるんですが、もう食らわない優先で絶対安全な距離で弾を一生巻いてるってだけですね。これだけで仕事できちゃう暁は相当強いです。他の機体だったらこんな強い球をずっと打つことなんてまず不可能なので、これ相手からしたら相当だるいだろうな。で、まあ相方こう230で自分狙われたので大足に完走して、大足のその機動力と自衛力、格闘 CS からのサブラッカとかで、まあね、いろいろやれちゃうんで、その逃げれるんですよね。でそもそも機動力が速いから追いつかれないっていう。で、ここね、流れ弾のギルビークライソンになってガードして、こう前特者でね、大足ですぐ慣れるので、これおすすめです。はい。って感じでビーム差し込んで試合終了と。まあまあ、良かったんじゃないでしょうか。はい、じゃあ固定の動画見ていきましょう。
はい、それではじゃあ3試合目見ていきましょう。こちらは固定の動画となってます。で、動画の最初の方にですね、シャッフルと固定で動き方がちょっと違うなんて話もしましたが、具体的にどういったところが違うかというと、固定だとドラグーンバリア、こちらの使う頻度が明らか多いですね。で、やっぱ固定だとその意思疎通が取れるので、まあ今前に行くよとか、こう声掛けができる状態だと、そのドラグーンバリアがすごい機能しやすいんですよね。今いるいらない、覚醒ぶつけるぶつけない、どっちにぶつけるとかね、といったことが固定だとできるので、まあバリア使う回数が多いと。で、シャッフルだと意思疎通取れないっていうのもあるんですけど、あのバリア味方に上げちゃった時に、その方が無理して攻めなきゃいけないなんていう思考になってしまいがちなんですよ。あ、もらったからちょっと攻めなきゃみたいな。でも暁視点、いや、とりあえずいらないから、もったいないから上げただけで、そこ前出てほしくないんだよなっていう時が多いんですよね。だからバリア送んないっていうのもあります。それよりもシャッフルだったらドラグーンのあのファネルの方普通に飛ばしてった方が、敵に飛ばした方がいいなっていう感じですね。なので、まあそこら辺が違いますね。その固定とシャッフルだと、そのドラグーンバリアの使う頻度が違うって話です。はい、じゃあちょっとね、試合を見ていきましょう。さあ、リボから覚醒ぶつけられて、ここはガガから BD 角下メインで追撃されて228でも、まあ覚醒あるので大丈夫でしょう。さあ、ここまたリボに追われてドラグーンバリア張って、この後ね、そう、サブこういう風に食らうんですけど、燃費良すぎて剥がれないっていうね。今の食らってたらもっとやばい展開になってたんで、いやー強えなー、こういうところも強いんですよね、強キャラって。はい、でエスパーガンから覚醒ぶつけられたので、こっちも即破棄して、まあこれ総裁を狙ったんですが、だらしない被弾をしてしまった。さあ、かなりまずいぞ。覚醒終わりで75で、相方もね、これ落ちた後なので、覚醒このままだとたまんないので、なんとか当てたいが、しっかり当てれて、メインからゲロビー、これでね、ちょっとね、覚醒ゲージを稼げたので、もうちょっと頑張れば覚醒たまりますかね、落ちた後で。ここはドラグーンバリアを相方に送って、ちょっと頑張ってもらいたくて送ったんですが、リボがこっち来て、これ覚醒カットインでね、見られましたね。でもまあブースターあったから着地しなくてもよかった気がするけど、はい、でここリスター神でなんとかゲロビー当てれて、これでワンチャンガードすればたまるぐらいですかね。で、なんとかステレンしてたところで相方が決めてくれて試合終了といった感じです。じゃあ次の試合見ていきましょう。はい、それではじゃあ4試合目見ていきましょう。お相手がエピオンとギャンの組み合わせです。で、この試合なんですけど、もう序盤にね、エピオンに触られるんですよね、もう速攻。この後ですね、はい、この後横持ち食らってこれ触られるんですが、いや、ちょっとね、エピオン戦は考えないとダメですね。あの、知らぬいでずっとこう弾を撒けば近寄られないでしょうって思ってたんですけど、まあ自分のね、ちょっとね、弾の巻き方が下手っていうのもあるんですが、もうエピオン戦は寄られそうって思ったら、もう大足に乾燥してそのままピョン角で逃げた方がいいなっていう風に思いました。もうやられてちょっとね、最初にあの触られ方して、まあちょっと不注意だったのはあるんですけどね、にしても、あ、これはちょっと危ないなっていうことで、大足にこの辺でも速攻になります。はい、ゲロビ打って、あ、もうこれやばいと思って、大足に乾燥して下角下角で逃げる準備で、この下角からのやってる最中にCS 格闘 CS 貯めて、で落下っていうのがめちゃくちゃその回避行動で強いので、これは練習した方がいいかもしれないですね。で、格闘 CS のアメキャンやって、で、それでもなんかそのもう一回寄られそうだったら、今度ステップサブメインってやると、このサブがね、これ切り離しなんですけど、これめちゃくちゃ弾強くて、当たるとなんかよろけ長いので、多分強よろけなのかな、はい、って感じで、まあかなり強いんで、これはほら今みたいないい当たり方するんですよ、誘導が。だからこの機体ね、巻く弾全部強いんで、かなりおすすめです。はい、ちょっとね、操作がむずいだけで、慣れてしまったらまあ誰がやってもあんま変わんねえんじゃねえかっていう感じました。はい、でここは APO に追われたので、さっき言ったピョン角ですね、使ったんですが、ここね、ちょっとね、相方のカットをしてあげたくて無理やりですね、ギャンに打ったら捕まってしまったと。さあ、しかしまたこれピョン角で逃げて、でここは何もしないでガードで、相方のフォロー待ちですね、今ガードしますっていう風に話してました。はい、でここはギャンに追われたので、ステ BD 踏んでステップ連打して、メインからね、ドラグンファンネル、ドラグンキャンセルだあるので、まあそちらで落下と。でなんとかこう耐久5残ってビーム当てて試合終了といった感じですね。
はい、以上4試合が暁支店になります。はい、それではじゃあエンディングの方に行きましょう。暁はですね、まあ、現状自分は最強機体だと思ってるので、まあ、今後も使っていこうかなとは思ってますが、まあ、今回ね動画でも全然やれてなかったヤタの鏡、こちらがね本当に強いのかどうかっていうのと、まあ、使えるのかどうか、まあ、そこら辺もね、分かったらまた動画にしてみたいなと思います。本当はですね動画投稿者ならもっと映え狙えよって思う方も多分多いと思うんですけど、まあ、現状はそんなことやんないで、まあ普通にこういう風に強い球を一生撒いてた方がこの機体は強いんじゃないかなと思ってしまったので、まあ今回ちょっとねやってないんですが、まあそこら辺もねやり込んできたら何か見えてくるものもあるかもしれないので、そうなったらまた動画にしますって感じですね。はい、というわけで本日の動画は以上になります。面白かった、勉強になったって方いたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。で、チャンネル登録の横にあるベルマークですね、こちらをポチっていただけると動画上がった時や配信開始した際に通知が行くようになりますので、そちらもよろしくお願いします。はい、それではじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。違ってるんじゃないですか。